それでは2016日経新春杯を見ていただきます。ではこの日経新春杯を見ていただく前に、今年最初に行われました重賞京都金杯で見事3連単を的中ということで、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。やはり2016年年明けですね、 TM 対抗本命で、また対抗のウィンプリメーラですか、はい、まあ、そこから3連単バッチリ的中してですね、非常に今年最先のいいスタートを切ることができましたので、いい年になると思いますね。そうですね、何しろ20丸テーム大砲につきましては13番人気ということでですね、本当に人気なかったですからね。はい、まあ非常にこうやはり展開とも含めて読めてたっていうところが大きかったと思いますので、この後の京都開催もそうですし、非常にこうここに来てやはり競馬のその場を読むっていうところが非常にこう見えてきた部分がありますので、まあ、これからも皆さんに的中の方を届けたいと思っていました。そうですね、何しろ最初から347,310円という高配当でしたので、ぜひ今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。日経新春杯、昨年ねフラブライドで、また的中しているレースですし、相性いいですから、また今週も期待してください。はい、はい、それではその日経新春杯ですね、まず出走予定している有力馬からご紹介させていただきます。シュワルグラン、サトノノブレス、レイブミストラル、アドマイアフライト、こういったメンバーが出走を予定しています。今回は、G2 のコバのレースということになりますけれども、メンバー見ていただいていかがでしょうか。はい、シュバルグランがやはり3連勝で、また今回と同じ 2400m の3連勝ですから、非常にこう注目を集めるでしょうね。そうですね、何しろこの500万、1000万、1600万の3連勝も素晴らしいのですが、やはりコース、距離2400というところですね、ここやはりポイントになりそうですよね。はい、まあこの馬をやはり中心に、あとはそのサトノノブレス、アドマイアフライト、ここら辺はやはりその日経新春杯で、まあ、馬券圏内に来た組ということで、まあ、そこのやはり大切な構図になるでしょうね。そうですね、サトノノブレスが一昨年の1着馬、そしてアドマイアフライトは一昨年2着、昨年も3着ということで、それぞれ実績のある馬たちですからね。はい、まあ、このレース自体ですね、そこまでの極端な G1 レベルの馬というのはやはり暮れの天皇賞、そしてジャパンカップ有馬記念というところで非常にこう強い馬たちが出てきますから、やはり年明けということで、まあ、そこの上位に入選した馬は出てきませんので、やはり2.5流といいますか3流といいますか、まあ、そういった馬たちが集まってのそのハンデ戦ということですから、まあ、難解ではあるんですけども、そこがやはり京都適正だけで決まらないということで、非常に高配当も高くなる面白いレースなんですよね。そうですね、しかもハンデ戦ですので、いろんな馬にチャンスが出てくるというところにもなりますからね。はい、まあ、勝ち馬もそうですけども、馬券圏内に来ている馬もですね、その後こうパッとしない馬とかも非常にこう多いですし、まあ、2013年その10番人気であっと言わせたカポーティースターもですね、はい、ここで、まあ、格上げ挑戦で G2 を勝ちながらです、その後こう振るわなかったようにですね、非常にこうそういった強い馬がそのまま来るというようなレースではないですから、非常にこうきちんと分析していく必要があると思います。はい、となりますと、その京都の芝 2400m というコースになります。このコースやはり1コーナーのポケットからスタートということで、先行争いに関しては比較的落ち着きそうなイメージですが、いかがですか。はい、まあこの日経新春杯はそんなに枠順の優劣っていうのはついていないんですけども、まあ、大体言いますけど、その1月の京都開催は内枠有利ということでありながらですね、割にこう外枠も来たりするんですよね。そうですね、例えば2012年などですと7枠と8枠の馬がですね、それぞれ2着と3着に入っていたりというようなこともありますからね。はい、で、まあ、この日経新春杯自体はですね、枠順はあんまりこう差はないんですけども、実際その京都の 2400m だけで言えば、やはり年間で言えばだいぶ内枠の方が有利な傾向が出ていますから、はい、やはりその1月開催ということ抜きにしてもですね、この日経新春杯自体 のレース回数というのはそんなに多くないわけで、ずっとこう年間通して行われる京都の芝 2400m で行った時のデータをやはり頭に入れておきたいので、やはり内目っていうところは大事にしたいですね。そうですね、確かに、ま、最近ですと日経新春杯でも昨年もですね、4番、5番、6番といったですね、内側の馬番の馬で決まっているレースになってますからね。はい、まあ、実力差がない年ほどですね、まあ、カポーティスタ先ほど話しました、このカポーティスタが勝った時は2番、1番、3番で決まっていますし、カポーティスタは2番ということで、やはりその
実力差がないということ、もしくはその人気は怪しいということであればですね、よりその枠の傾向っていうところはファクターには重要視していく必要があると思います。はい、そうしますとあとはどうでしょうか。この外回りのコースで直線が長いというようなコースになりますけれども、やはり上がりの速い足を持っている馬というのも有利になりますか。まあ、そういうことになりますよね。あの普段こうどうしてもずぶくですね、反応が悪い馬がその京都の外回りに行って3から4コーナーの下りの坂を利用して行き足がついてということで、こう速い上がりを使うことにこうつながってきますので、やはりあの今までのレースでそんなに速い上がりが使えてない馬が京都で一変して速い上がりということは往々にしてこう起こりますから、そこは非常にこの京都の外回りコースはポイントとして見ておく必要があると思います。はい、あとはどうでしょうか。あの年明け初戦ということで、あの多くの馬がですね、あの最初のレースになりますけれども、気をつけるところはありますでしょうか。そうですね、やはりその有馬記念もそうなんですけども、やはりあの疲労ですとか、もしくはそのレースの感覚っていうのが一つあの大きなポイントになると思います。前走のレースで好走していたとはいいですね、やはり疲労が非常にこう残るような激しい追われ方、また非常にこうそのレースを勝ちにいったような乗り方をして、この日経新春杯に挑んできた馬っていうのは厳選したいですよね。あ、なるほど。ではその勝ち切るために、力を使い切ってしまってこのレースに上がってくるというような馬ということになりますでしょうか。はい、まあ、勝ち切ったとしてもやはりこう間隔を空けておきたいのかなっていうのはありますよね。昨年あの、ですね、何でしたっけ、今日菊花賞から臨戦して、ハギーのハイブリッドを5歳、はい、ハギーのハイブリッドですね、これはあの菊花賞からの臨戦で比較的間隔を空けたと思うんですけども、やはりあの昨年の菊花賞というのはレコード決着でしたし、非常にこう、東方ジャッカルが低迷しているのは分かると思うんですけれども、レースが非常に負担がかかるレースだったと思いますから、やはりハギのハイブリッドも人気で、まあ、6着かなんかに負けたと思うんですけど、内枠も引いてたんですよね。やはりあの菊花賞からの臨戦ということで、反動がまだ出ている状態で本調子ではなかったのかなというようなことが起こりますので、ただ単純にそのレース感覚が空いているからいいということではなく、その前走のレースがどういった消耗度のあるレースだったのかなというところを見てほしいと思います。なるほど。そういった意味でいきますと、確かに昨年の一着馬でした、このアドマイア、アドマイア、あ、失礼しました。デウスですね。デウスですね。そうですね。この馬はダービーから の、はい、あの復帰初戦ということで、かなり感覚空いてましたよね。はい。まあ、あの3着に入ったアドニフライトも、やはりあの札幌記念以来というようなことで、やはり、まあ、今回もそういった馬もいますけれども、単純にこう間隔が空いてるからダメということではなくて、やはり相対的に見たときに余力があるということで見てほしいと思いますし、このレース自体がその4歳馬5歳馬が強いということもね、やはりその若い体力のある馬ということで4歳5歳の馬が台頭しているということにもつながっていると思います。疲労が残りやすいその6歳7歳っていうのは軽視した方がいいと思いますし、まあ、昨年のフーラグライドが1歳から来たんですけれども、やはりそこも筋量が非常に軽いというような恩恵を受けてですね、まあ、疲労がそんなに残っていないのもあったんでしょうけども、でそういったこう疲労が残りそうなのであればですね、筋量は重ければ苦しいと思いますし、やはり軽量というようなことですとか、まあ、感覚ですとか、そういったことをこうトータルで見る必要があると思いますので、割とこう、一つの中央開催の G2 レースということですけども、難しいと言いますかですね、こうはっきりこの馬がいいっていうところが見えづらいレースで、なんとなくこう予想していくような70点80点ぐらいの馬を狙う方がですね、このレース自体は当てやすいですから、そこはこう柔軟に見ていってほしいなと思っていました。はい、ではそろそろですね、現時点での注目馬ということでお願いできますでしょうか。はい、まあ、今言ったようなところをね、あの踏まえてぜひこの馬を推奨したいと思います。まあ、G2 レベルはどうなのかなというような疑問を持たれる方も多いと思うんですけども、このメンバーレベルであればですね、食い込んできてもおかしくないと思いますし、やはり疲労というようなことを考えたときにいい臨戦で来ていましたので、この馬は非常にこう有力な一頭として、お目も含めて考えている馬ですから、ぜひこちらの馬を推奨したいと思いますので、無料メルマガの方で確認してもらいたいと思います。無料メルマガのレジマグさんのですね、リンクの方はこの動画の YouTube の説明文の一番上のところに載ってありますので、まだの方はそちらの方から登録してもらえれば
確認することができますので、注目馬として確認してください。はい、それではですね、2016日経新春杯を見ていただきました。失礼いたします。